全国高校野球選手権決勝関東第一京都国際23日甲子園球場両チームの先発メンバーが発表され関東第一東東京は背番号10の左腕畑中鉄心3年が先発マウンドに上がる先発で8回3分の1を5安打1失点に抑えた19日の準々決勝東海大相模神奈川戦以来の登板 京都国際は背番号1の左腕、中崎塁3年、が4回3安打2失点だった21日の準決勝、青森山田戦に続く先発マウンドに上がる。